待ってました。ドラモって安納芋スイーツ最強ローソンで、私の推しはドラモッチ。もちもちふわふわ、一度食べたら忘れられない食感。あんことクリームのバランスもドンピシャ。一個なんてペロリ、これは作るしかない。まずはお芋を準備。泡立てた生クリームにお芋を混ぜます。芋感は軽く感じたので少なめに。芋あんは芋の味が強かったのであんこ控えめ。お次は生地作り。レシピに悩みすぎたのでまずは実践。意外な食材、長芋、ドラモッチにも入っててもちもちにしてくれるらしい。これは白玉粉、ドラモッチに入ってる米ペーストの代わりです。白玉粉がなかなか溶けないけど焼いていく。弱火でゆっくり。ちょっと欲張りすぎちゃった。ラップで包んで冷やします。まずは時々の断面公開。ふむ、白玉粉が残っちゃった。生地はもちもちだけどちょっと硬いな。成功するまで終われない。